日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スタードーナツとギオン辻利抹茶ドーナツ2023米粉ほうじ茶ドーナツ2種を食べたいと思います。あれこれ下の箱二重になってましたね。お店の人気づかないで入れちゃったのかな。ザ・ドジな人ですね。とそんなことはどうなんですか。これ以外に抹茶ポンデリングもあるんですが、それらは以前食べていますので、今回はこの米粉ほうじ茶ドーナツ2種に絞ってレビューしていきますね。見た目は茶色でまさにほうじ茶という色です。はい、持ってみるとこういう風に結構ずっしりとした重さですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。もちっとした弾力をしっかりと噛みしめてね。すると中から香ってくるでしょう。はい、確かにきますね。お茶っていうのはこの香ばしさが本当に美味しい。で、あんまり甘すぎないから、目がパッチリ冴えるっていうのはちょっと方向性が違うかな。だけど時々カリッとしてて、ふわっとした食感とろけていって、いろいろ楽しめるのはいいな。もっとほうじ茶を別の形でも楽しみたい、そう思えるドーナツです。米粉というのもなかなか奥が深いですね。それではどうなりますか。これはもっともっと食べたくなる、そんなドーナツの味は。ごちそうさまでした。最初に食べたほうじ茶ドーナツは結構噛んだ瞬間にお茶の香ばしさが口の中でぶわーっと広がってきて、でその後を追いかけるように黒蜜グレーズの甘さが来ましたね。ですが甘さはそれほど強くなく、結構さっぱりといただくことができました。お茶の香ばしさをほうじ茶の香ばしさを感じたい場合はシンプルなほうじ茶ドーナツの方がおすすめですね。一方でホイップクリームが入っている方、なんで名前なんだっけ、それだけのちょっと商品途中テロップ入れときますね。まあ下にホワイトチョコがあってクリームが垂れないようになっているので、そこはいいのですが、ホワイトチョコの甘さが入っている分ほうじ茶の香ばしさはシンプルなものに比べると若干弱い気がしました。あとホイップクリームのほうじ茶は感じられるんですが、生地のほうじ茶はシンプルな方が強いので、お茶の香ばしさを感じたい場合はもうシンプルな方を食べた方がいいですね。反対にクリームや甘さで少しまったりとしたい場合はクリーム入りの ほうじ茶ドーナツをおすすめします。生地はどちらも結構もっちりとして弾力がありしっかりと噛むことができました。でさっくりとした小麦粉ドーナツとはまた違った美味しさがあってよかったです。で今回はどちらのほうじ茶ドーナツも特徴があって、これ好みが分かれるかな。自分はどっちかそれなりに好きな、それなりには好きな食感と味を出してくれたので、今回は両方とも4点とさせていただきます。それでは雪だるま、シンデレラの靴入るのや。まあ確かに溶かしたら入りそうですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。